い、今日の授業はここまでよ。だから待ってってば。まだ誰も来てないみたいだね。お、早いな。先輩、お疲れ様です。じゃあ新入部員自己紹介してもらおうか。あれ、松風天馬一年です。落ち着いて。うん、西園慎介一年です。小学校ではディフェンスをやってました。頑張りますのでよろしくお願いします。次、剣京介。それからこれがあなたたちのユニフォームね。ファーストチームのユニフォームか。着替えてすぐに練習だ。工藤君、次の日曜日練習試合が決まりましたよ。で、今回は3対0でライモンの負けです。くれぐれも軽率な行動は慎んでくれたまえ。では失礼します。よしいぞ。そうだ、よっしゃ、もう少し。はい。あ、工藤監督来ましたか。準備は進んでいるか。はい。いよいよですか。監督、昨日振動のところにこれが。なんでよりにもよってエイトなんかに。よし、今日も一番乗りだ。あ、どうかしたんですか。エイト学園との練習試合が決まった。エイト学園か。先輩、頑張ってください。一生懸命応援しますから。あなたたちも出るのよ。え、よろしくお願いします。進藤さん、うちの子です。一筆隼人、エイト学園サッカー部でミッドフィールダーやってますの。コンサートのチケットですの。どうぞどうぞ。一点でいいんです。一点で。とりあえず頼みましたの。隼人、ぐずぐずせずに早くいらっしゃい。お待たせしました。ライモン中サッカー部のあるところ、角間歩夢あり。今ライモン中のキックオフで前半戦が始まりました。聖帝、ライモン中とエイト学園の試合が始まったようです。チーフアイ、俺も頑張らなくちゃ。よろしくね。どうしてあんなプレーをするんですか。キャプテン、なんで本気で戦わないんですか。先輩たちは負けてもいいんですか。いいのよ、負けても。この試合は初めから3対0でライモンが負けることが決まっているの。フィフスセクターは知ってるわね。それって八百長ってことじゃねえか。ええ、それが今のサッカー界の実情なの。さあ、両チームポジションにつきました。まもなく後半の開始です。今エイト学園のキックオフで後半が始まりました。行け天馬。僕が合図するまでは互角の戦い。攻め上がるエイト学園に守るライモン、これは後半開始早々激しいぶつかり合いだ。パーフェクトコース。バーリング
サッカーが泣いてるよ。工藤だ。予定通り始めてくれ。キャプテン、どうしたのかな。うん。情けねえキャプテンだな。お久しぶりです。今日からライモン中サッカー部の監督になった遠藤守だ。みんなよろしくな。すごいよ、本物だ。うん、放課後の予定を伝える。練習場所は河川敷のグラウンドだ。みんなで特訓すればライモンは必ず強くなる。待ってるぞ。どういうことなんですか。送られてきたデータと違うなんて。遠藤守の監督就任は正式に承認されたそうです。何ですと。どういたしましょう。どうするも何も。それにしても聖帝は何をお考えなのか。俺はなんてこと。キリノ様がお見えになりましたが。どうして。大丈夫か。お、今日新しい監督が来た。誰って。遠藤を守る。いきなり勝つための特訓をやると言い出した。しかも河川敷で。勝つための特訓。何してる。ここが原点なんだな。遠藤さんとライモンサッカー部。よし、次の特訓だ。天馬は俺を追ってドリブル。あの人が遠藤を守る。天馬。うわや、いって。お前たちもそんなところにいないでこっち来いよ。え、来てたとかな。まずはみんなのキック力を見せてくれ。一本ずつシュートだ。よし、クラマからだ。気にするな。はい。最後は剣、サッカーやろうぜ。ふざけやがって。